免疫応答は、免疫反応とも呼ばれ、外来の侵入者から身を守る目的で、生体内で起こる反応である。これらの侵入者には、ウイルス、細菌、寄生虫、真菌などの多種多様な微生物が含まれ、体内から排除されないと、宿主生物の健康に深刻な問題を引き起こす、可能性がある。免疫応答には、病原体から身を守るために共同する。 自然免疫応答と適応免疫応答の二つの異なる側面がある。自然免疫応答とは侵入者に対する体の最初の反応でどのような種類の病原体に対しても一食い的かつ迅速に反応することが知られている。自然免疫応答の構成要素には皮膚や粘膜などの物理的な障壁、好中球、マクルファージ、短球などの免疫細胞、 サイトカインや補体などの可用性因子などがある。適応免疫応答は特定の抗原に対する体の免疫応答であり、そのため関与する成分を活性化するのに時間がかかる。適応免疫応答には樹状細胞、T 細胞、B 細胞などの細胞のほか、抗原と直接相互作用する抗体が含まれており、侵入者に対する強力な反応には、 非常に重要な要素となる。生物が特定の抗原と最初に接触すると、病原体から身を守る活性化細胞であるエフェクター T 細胞と B 細胞が産生される。これらのエフェクター細胞が初めての曝露の結果として産生されることを一時、免疫応答と呼ぶ。メモリー T 細胞やメモリー B 細胞もまた同じ病原体が再び生体内に侵入した。 場合に賛成される。もし生物が同じ病原体に再暴露された場合、二次免疫、応答が起こり、最初の暴露からのメモリー細胞のおかげで、免疫系は迅速かつ強力に反応することができるようになる。ワクチンは一次免疫応答を引き起こすために、弱体化、死滅、または断片化した微生物を導入する。これは、 実際の病原体への暴露が起こった場合に、体が二次免疫応答に頼って、迅速に病原体から身を守ることができるようにするためである。グラム陰性菌の侵入に対する自然免疫応答自然免疫応答は、外来の侵入者に対する生物の最初の反応である。この免疫応答は、多くの異なる種にわたって進化的に保存されており、 すべての多細胞生物は自然免疫応答の何らかのバリエーションを持っている。自然免疫系は皮膚や粘膜などの物理的な障壁、好中球、マクルファージ、単球などの様々な細胞型、サイトカインや補体などの可用性因子で構成されている。適応免疫応答とは対照的に自然免疫応答は特定の外来侵入者に特異的ではなく、 その結果、病原体を体から排除するために迅速に働く。病原体はパターン認識受容体を介して認識及び検出される。これらの受容体はマクルファージの表面にある構造であり、外来の侵入者と結合し、免疫細胞内で細胞シグナル伝達を開始することができる。具体的には PRR は、 病原体の不可欠な構造的構成要素である病原体関連分子パターンを識別する。パンプの例としては、ペプチドグリカン細胞壁やリポタ等などがあり、これらはいずれも細菌の必須成分であり、多くの異なる細菌種にわたって進化的に保存されている。異質な病原体が物理的障壁を迂回して生物に侵入すると、 マクルファージ上の PRR は特定のパンプを認識して結合する。この結合により、シグナル伝達経路が活性化され、転写因子 n f カッパ b がマクルファージの核に入り、イルマイナス8、イルマイナス1、および TNFα のような様々なサイトカインの転写と最終的な分泌が開始される。これらのサイトカインの放出は、血管から 感染組織への高中球の侵入に必要である。高中球がマクロファージと同様に組織に入ると、高中玉は鈍食して病原体や微生物を殺すことができる。自然免疫システムのもう一つの構成要素である、個体は異なる方法で活性化される三つの経路から構成されている。古典的な経路は、イグ、またはイムが病原体細胞膜、または 抗原結合抗体のいずれかで標的抗原に結合した時に活性化される。代替経路はウイルス、心菌、細菌、寄生虫などの異物表面によって活性化され C3 の TIC オーバーによる自己活性化が可能である。レクチン経路はマンノース結合レクチン、またはフィコリンが、酵母、細菌、寄生虫、ウイルスなどの侵入微生物の表面上の 病原体関連分子パターンに結合するときに活性化される。三つの経路のそれぞれは、一つの経路が機能しなくなったり、外来の侵入者がこれらの経路のいずれかを回避できた場合でも、個体が機能することを保証する。経路の活性化はそれぞれ異なっているが、個体系の全体的な役割は、病原体をオプソニン化し、感染と戦うために役立つ一連の炎症反応を、 誘発することである。強刺激リガンド、受容体結合に伴う MHC ペプチドの定時的応免疫応答は体の第二の防衛線である。適応免疫系の細胞は非常に特異的である。なぜなら B 細胞と T 細胞は初期の発達段階で特定の抗原のみに特異的な抗原受容体を発達させるからである。これは B 細胞と T 細胞の活性化にとって極めて重要なことである。B 細胞及び T 細胞は非常に危険な細胞であり厳密な活性化プロセスを経ずに攻撃することができれば血管のある B 細胞または T 細胞は宿主自身の健康な細胞を駆除し始める可能性がある。ナイブヘルパー T 細胞の活性化は抗原定時細胞が 細胞表面の MHC クラス2分子を介して外来抗原を提示するときに起こる。これらの APC は MHC クラス2だけでなくヘルパー T 細胞上の強刺激受容体によって認識される強刺激リガンドを特別に備えている樹状細胞、B 細胞およびマクルファージが含まれる。強刺激分子がなければ適応免疫応答は非効率的であり T 細胞は アレルギー性になる。いくつかの T 細胞サブグループは、プロフェッショナルな APC によって活性化することができ、各 T 細胞は、それぞれの固有の微生物病原体に対処するために、特別に装備されている。活性化された T 細胞のタイプと生成される、応答のタイプは、APC が最初に抗原に遭遇した状況に、部分的に依存する。ヘルパー T 細胞が、 活性化されると、リンパ節内のナイブ B 細胞を活性化することができる。しかし、B 細胞の活性化は2段階のプロセスである。まず、特定の B 細胞に特異的なイム抗体とイグド、抗体である B 細胞受容体は抗原に結合しなければならず、その結果、抗原が B 細胞の MHC クラス2分子上に提示されるように内部処理が行われる。 これが起こると MHC に結合した抗原を識別できる T ヘルパー細胞がその強刺激分子と相互作用し B 細胞を活性化する。その結果 B 細胞は形質細胞となり侵入者に対してオプソニンとして作用する抗体を分泌するようになる。適応免疫応答の特異性はすべての B 細胞と T 細胞が異なるという事実によるものである。 このようにして、あらゆる種類の侵略者を認識し、攻撃する準備ができている細胞の多様な共同体が存在している。しかし、そのトレードオフは、適応免疫応答は、その細胞が非常に得意的であり、実際に活動する前に活性化が必要であるため、体の自然免疫応答よりも、はるかに遅いということである。得意性に加えて、適応免疫応答は、 免疫学的記憶としても知られている。抗原に遭遇した後、免疫系はメモリー T 細胞やメモリー B 細胞を産生し、これによって生物が再び同じ抗原に遭遇した場合により迅速で強固な免疫応答が可能になる。ありがとうございます。